アプリシイ高梨イツキですえっと母の日スペシャルということで家庭でお母さんに求められる白色の才能について、えっと、説明をさせていただきますいつもお話ししていますがここにいる15色の子たちはすべて1人のお母さんの中に入っていますそして、えっと、外身の性別は関係なく お母さんであっても、えっと、不正というものもありますので、えっと、30色の三十個の才能を使い分けていただいて、えっと、楽しい人生をクリエイトしていただきたいなというふうに思います。あのなので一、えっと、人で育てているからこうあの不憫とかそういうことなくあのちゃんとこうその才能をあの使って差し上げればいいので、えっと、大丈夫ですからね。で えーっとそうですね、白色の才能でお母さんに家庭で求められる役割っていうのは、やっぱり断捨離でしょうかね、掃除と断捨離、大きいですね。あのー、いつでも家の中をきれいに保っておくこと、それから、えー、っと、あるものがある場所にある。<laughs> 苦手、苦手です。 なんか物には番地があるんだよとかなんとかって言われたんですけど無理とか思って <laughs> そうあの最近あの結構頑張っていますけれども、えっと、場の浄化ですねあの換気をしたりとかそれからお香を焚いたりとかあのそういうのも大事ですだから、えっと、日々のお掃除ですね日々こう毎日当たり前に繰り返されていってでいらないものからもうどんどんこう処分をしていく そうしてあのいつでもこう空間があって新しいものが入ってこられる状態にしておくっていうのがあの白色のお母さんに求められる、えー、と役割かなというふうに思います。もの、えー、と物が順番に並んでいないあの例えば 本で全集になっているものが逆さになっていたりとか番号が違っていたりとかするとこうガチャガチャしますよね。でその目の中に入ってくるものの情報が多いと人って脳が混乱するんだそうですよ。だからこうあるものがある場所にきちんと収まっていて不必要なものが外に出ていないえっとクローゼットの中もごちゃごちゃになっていずにあのすっきりとして空間がある。 っててていうふうに保てることがとがも大事なんだそうです私多分あの一生の課題になると思いますここの修行を抜けられたらあなんか成長した自分って思えるんじゃないかなと思います。で、えっと、この才能白色の才能が強い人って小さい頃どういうふうに怒られたかっていうとあなたどうしてそんなにあの気持ちが狭いの おお友達におもちゃ貸してあげなさいってなぜ人が食べたお皿で一緒に食べられないの,あの一緒に取って食べなさいみたいなそのすごくこうテリトリー意識があるあのテリトリー意識があるっていうのはその場をこうきちんとこう自分の持ち場がどこからどこまでかっていうのをきちんとしておきたいとかあのそうなんですよ。 物、えっと、がこう順番に並んでないとこうイライラしちゃったりとか自分のものと相手のもののこう区別をはっきりさせるとかでそれって博愛の才能になるんですねあのな,なんでそんな心が狭いのが博愛の才能なのって思われるかもしれないのですがあの厳しくし自分のテリトリーをちゃんとこう認識していないとあのより多くの人たちを愛すると混乱しちゃうのであの自分 こっからここまでは自分の領域っていうのをきちんと決めておくとあのより広い方たちに対して愛を差し上げられるっていう風になります。で私はあのごっちゃにしておくくせに人にそれを触られるのすごく嫌いなんですね。あの自分の領域だからほっといてたらほっとくから、まあ、積み重なるっちゃ積み重なるんですけど <laughs> あのそれを、えー、なくすために断捨離と。 まだあまり進まだ,まだ,だいぶできるようになってきました。えー、とそれと、えー、毎日のお掃除とお香を炊くのはあの習慣化できていますあの。苦手なことではありますが、えー、白色の才能を伸ばすために日々頑張っています。えー、とお母様たちもあ、だから私ってなんかこう、 心が狭くて、こういう変なこだわりがあるのね。って、じゃあ白色の才能伸ばせばいいんだわ。あって思ってくださった方は、概要欄からえー、白色の才能伸ばす遊び、お手伝い職業をえっ、ー、と150上げてありますので、えー、見ていただいて、そこからえっ、ー、と白色の才能をガンガン伸ばしていただきたいなと思います。あのー 吐き清めたように綺麗いというその神職に通じるような、あの、こう、厳しさ。 あの人には大事なのだということでそれをこう,うまく育てられないとあのそのゴミの出し方はどうなのよみたいな感じで他人にこうガンガン厳しくなっていってしまいますのであ人に厳しいなって家族に厳しいな自分って思ったらぜひぜひ白色の才能を育ててみてください。えっと博愛の才能を持っているお母様たちで全世界が回ったらですね素晴らしいことになるじゃないですか。 もうみんな大切ってみんなを愛しているのっていう風になったら地球は救われますよね。それはそんなに難しいことじゃないんだと思っています。あのまず自分をすごく大切にしてあげてで、えー、自分を大切にするのと同じように家族を大切にして。 でそういう子が社会に育っていくと、えっと、みんなを大切にできる社会が出来上がっていきますのでその一歩目から一緒に楽しんで頑張っていきましょう。え15食最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。はい、アプリシ,エイタカナシでしたえこの後はですね会社の上司さんとかおじいちゃんおばちゃんとかお子さんとか。 えっと、そういった方たちの15色の才能を伸ばしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。じゃあまたね。バイバイ。